はい、こんにちは、この子猫です。今日の一日一冊は城です。20世紀を代表する作家フランツ・カフカの2巻の長編がこの城です。村上春樹が15歳の時に読んで感銘を受けたらしいこの小説、さすがに15歳にはおすすめしづらい、一見するとどこが面白いのっていう話なんですが、読めば読むほど味が出るカフカらしい不思議×不条理が染み出ているお話です。主人公 K はとある城から仕事の依頼を受けた測量技師、城が治める村へとたどり着くが、城からは何の音沙汰もなく城へと続く道も見つからない。村人からもよそ者として邪険に扱われ、役所に聞いても城からの命令がないと何もできないと突っぱねられる K。 果たして K は城にたどり着くことができるのかというお話。さて、カフカといえば代表作変身、朝起きたら突如虫になってしまっていたという有名な話でも示されるように、不条理を描く作家です。この城という小説も K に降りかかる不条理を描いているのですが、なんとも変身ほどめちゃくちゃな不条理ではない。城とは音信不通になるし、役所からもたらい回しにされますが、現実世界でもあるよねっていうレベルの不条理。しかしこの話、現実の世界かと言われるとちょっと違う気もする。村人たちは一見普通のようだが、どうにも裏の顔がありそうだし、しかも一郎 K が話しかけよう思うならいきなり自分の身の上話を長時間し始める。しかもその身の上話が全部城と関係あるし、どうやら村人たちも城とは連絡が取れないらしいし、私はこの話、不思議の国のアリスならぬ不条理の国のカフカだと思っています。なんといっても主人公 K はカフカの K っぽいですしね。民族が入り乱れるチェコのプラハで生涯を送り、その中でも少数派のユダヤ人であったカフカにとっては、現実の世界はどこかおとぎ話めいた不条理の国だったのかもしれません。未完のままカフカが亡くなってしまったということもあり、カフカがこの作品で何を伝えたかったかは永遠に分からなくなってしまいましたが、それだけにいろいろと解釈の余地がある楽しい作品ですので、ぜひ城読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。